じゃあマリンです。私は北海道の公園といって思い浮かべるのはやはりガーデンデザイナーの上野小雪氏が手掛けた森の花園エリアと13のテーマガーデンが構成され、自然の息遣いを全身で感じることができる森の迎賓館エリアの2つで構成されている大雪森のガーデンなんです。以前私は JR 札幌駅から観光バスを利用し、上川地方いいとこ取りツアー大雪森のガーデンと砂川地方巡りに参加したことがあります。私は集合時間より少し早めに JR 札幌駅へ到着しました。 JR 札幌駅にはカウパレードの牛のオブジェが展示されていました。私は早めに JR 札幌駅へ到着したのでスターバックスコーヒー札幌パセオ店へ寄りました。私はチャンキークッキーフラペチーノを飲みましたが、とても美味しかったです。出発時刻が近づいたので私は JR 札幌駅内の集合場所へ向かいました。集合場所に到着すると添乗員に誘導され観光バスに乗りました。最初砂川ハイウェイオアシス館に乗りました。一般道からも利用できるため高速道路を利用しなくても来館できるのが魅力なんです。砂川ハイウェイオアシス館で買い物を済ませた後、三国清美氏がオーナーシェフを務めるフラッティロディ三国へ向かいました。豊かな森と野花に囲まれ神々が遊ぶ庭、カムイミンタラと呼ばれたこの土地は大雪山の峰々の雄姿と青空が素晴らしいです。目の前に広がる雄大な牧草地と畑は農業者たちが日々安心で美味しい食材を営み続け、今もなお守り育てている、いわば農業者の聖地なんです。フラティロディ・ミクニは大景観の素晴らしさと農業者たちの思いをこの場所でしか体験できない美味しい料理を伝えたくて2013年7月7日日曜日にオープンしました。私は前菜、ミネストラ、パスタ、肉料理、デザート、カフェのセットである大雪四季のコースを食べましたが、とても美味しかったです。厳選した地元の食材をシェフが腕を振るい、ここでしか味わえない最高の料理を味わうことができました。フラッティロディ・ミクニでここでしか味わえない最高の料理を堪能した後、大雪森のガーデンへ向かいました。大雪森のガーデンとは大雪山系を一望することができる高台にできたガーデンなんです。多種多様な草花が競うように咲き誇る森の花園とその場所本来の自然を生かし、ゆったりした時間を作り出す森の迎賓館、異なる2つの特色を持つ2つのガーデンが見るものを楽しませてくれます。大雪森のガーデンでは2019年度に遊びの森がグランドオープンしました。新エリアは森の中で子どもたちと楽しみながら遊ぶことができるエリアなんです。ガーデンデザイナーの上野小雪氏が手掛けた森の花園エリアは約900品種の草花が彩り華やかに植栽された美しい花園なんです。大切な庭、四季の住処、花の泉、親しみの庭、カムイミンタラ、それぞれ独自の魅力を持つ5つのガーデンで構成され、シーズンごとに全く異なる表情に変化する様子を楽しむことができます。大雪森のガーデンを楽しんだ後、ソルス・サドル砂川ファクトリー&ショールームへ向かいました。明治以来北海道の開拓を支えてきた馬、そしてバグ作りの技術を守り受け継ぎ、世界のマーケットに適応するバグを作りたいと思う人たちが集まり、バグ職人として頂点を目指すべく新たな挑戦は始まりました。また砂川ハイウェイオアシス館より買い物を楽しんでから北ガラオ砂川本店寄りました。北ガラオ砂川本店では夢咲く咲くと夢咲く咲くいちご浜なすの恋というお菓子を買いました。北ガラオ砂川本店には
ショップのほか、喫茶フロアとギャラリースペースを併設していました。とても楽しい旅でした。また機会があれば行ってみたいと思います。